韓国サッカー代表のナムテヒが、パウロ・ベント・シン監督のデビュー戦でも優秀選手に選ばれた。ナムテヒは7日、高洋装合運動場で開かれたコスタリカとの強化試合で、韓国にゴール目の主人公となり、2例の勝利に大きく貢献した。昨年10月モロッコとの試合後、 11ヶ月ぶりに A 代表として招集されたナムテヒはこの日、攻撃型 MF として先発出場の機会を得た。そして、見事ゴールを決め、新監督の期待に依れた。なお、ナムテヒはこの試合のも優秀選手に選ばれ、500万ウォンの賞金が贈られた。